大森和代のいつもつながっているよ渡良瀬トーク。皆さんこんにちは。こんにちは先生、はい、こんにちは。こんにちは。はい、ゴールデンウィーク初日ですね。あ、もうゴールデンウィークです ね本当ですね。先生 どこか行かれますか。仕事ですね。ゴールデンウィーク仕事ですか。はい、よく働かれますね。いや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 、もうあの 働いてるっていう感覚はないんです、あんまりないんですけどね。あのなんかこういつも皆さんとつながってたいってそういう気持ちだけで、はい、はい、で先生片桐さんどっか行かれる。まだ未定ですけど、でも休みですね。なんかきっとね、家族で計画されたりとかあるじゃないですか。暖かくなってきましたし ね、いい、お出かけにはね、はい、いい気候ですもんね、本当にね、お弁当持ってどっか行きたいんですけどね、なんかこういうお弁当作るの好きなんですよ、私。あ、なんか行ってみましたね、最初の頃。もうだから、まだお弁当作りはありますけどね、子供のはあるんですけど。どんなものが得意ですか。お弁当ですか。もう本当にありきたりのお弁当ですね、はい、ありきたりというか、あの結構あの、まあ皆さんよく作られるアスパラを、グリーンアスパラをこう巻いてとか、そういうものだったりハンバーグだったりいろいろあのその時によって作るんですけどね。はい、そうですか。はい、あの休みがゴールデンウィークって言って休みが本当に長いんですが、はい、神様っていうのお休みはあるんですか。神様はですね、あの、そういう長期休暇とか、そういうものはあの、ないということは以前お伺いしました時に、あの教えてくださりまして、このような肉体がないので肉体的休息は必要ないということだそうなんですが、あとこの時間の感覚も、あの私たち今この3次元ですよね、住んでるのが。で神様を目になられるところは5次元6次元7次元の高次元なんですが、時間の感覚が私たちのこの感覚と違うとおっしゃられるんですね。でもあの1日のこの日課のようなものがあり、その5次元6次元7次元という神様おられる神界というんですが、神界では1日1食お食事があり、家族もおられ、1日に1回夕食だけあの召し上がられるということ でやっぱりあの夜はお休みになると、神様の世界の夜なので、この24時間の夜ではないという感じらしくて、突っ込んでいろいろ質問しますと、多分説明してもあなたは理解できないでしょう、まあ、人間には理解できない仕組みがあるんですっていうようなことをおっしゃられまして、そんなこと考えるより限界修行しなさいと言われますので、はい、あのいつもそういうふうにはぐらかされる部分もありまして、あ、そんなこと言ったら怒られてしまいます、ごめんなさい。ただあの連休っていうのはないそうです。ただあの、お休みはされるということで、はい、そうですか、はい、それでは先生、はい、いつものコーナーお願いいたします。はい、では、はい、今日も大森和代の愛のおすそ分け、はい、今日はブログの中からにゃーちゃんさんのご質問です。先日主人の祖母の13回忌で親戚一同が集まったので集合写真を撮りました。帰りの車の中で撮れているか確認したら綺麗に撮れていました。それに白い丸い形のオーブがいっぱい写っていました。拡大してみたら画面が急に真っ暗になって、拡大して見ていたらですね、見ていたら画面が急に真っ暗になって電池が切れてきているマークがついたので電源を切りました。帰宅して電池を充電してもう一度デジカメの画面で写真を見ようとしたら、なんとその日に撮った4枚の写真だけが影も形もなく全部消えていました。親戚の人がみんな写真をもらうのを楽しみにしているのを思うとショックです。カメラはその後普通に撮れるし、昔の写真のデータは全部残っています。なぜ法事の写真だけが消えたのでしょうか。オーブが写っていたものだけにとても気になりますというご質問なんです。はい、あのこのまずオーブというのはあのこう光の玉のような、まあ、大抵白っぽいような玉がこうシャボン玉のようにたくさん写ったり、一つだけどなたかのそばに写っていたりとか、こういうあの現象が
起こる場合が多いです。これはご親族が楽しいなっていう気持ちであったり、このように親族が集まる法事の時に撮った写真に写るというのはとっても多いことです。あと結婚式であったり、みんなで集まって旅行に行った時の写真、集合写真とかに結構多く撮れてるんですけれども、これは悪い意味、写真自体はご先祖様のお喜びの場合が多いですので、ちょっとこのにゃちゃさんの写真は見させていただいてないんでわからないんですが、悪い意味ではないんですね。時々悪い意味でもあるんですけれども、にゃちゃさんがこの日に撮られた写真のこのオーブは悪い意味ではないということは今おっしゃって見えます。でこの普通はありえないです。4枚の写真だけが消えてしまうなんて、普通電池がなくなっても一旦撮った写真ですから、もちろん保存されていて、また電池回復すればまた出てくるんですけど、その4枚だけがっていうのは、これはちょっと意味がありまして、まあご先祖様からのメッセージでもあるということだそうです。ご先祖様が伝えたいことがあるということで、あえて写った写真を消してしまわれたということと、もう一つ、二つの意味があるとおっしゃられまして、もう一つは、このカメラ自体についてゴレさんがついてたということもおっしゃって見えます。カメラにゴレさんがついて邪魔もしていたということもあったと、どうおっしゃって見えるんですね。カメラに霊がつくってどういうことって思われるかもしれませんけれども、形あるものには霊っていうのはすべてつきます。でもあまり普段恐れることもありません。ただ機械が壊れたり、いろいろすぐに調子が悪くなるっていうのは何かゴレさんついてたり、まあ、それ以外の場合もあります。不思議な波動が来たりパワーが入っちゃった時も壊れたり故障したりしますので、ですからまたこのカメラですよね、これはデジカメ、よかったらまた霊を切る講演会にね、ご持参していただいて、カバンの中に入れておいていただいても物は切れますので大丈夫ですので、一度は切っておかれると今後このような邪魔はされないかなということも思います。あとご先祖様の、まあ、ちょっとご供養の仕方っていうのをよく講演会で先祖供養の仕方っていうのを皆さん欲しい方には差し上げてますので、それを見られてですね、何かこちらのお宅のご先祖様の供養の仕方、先祖供養というのは残された子孫が自分でしてあげることですので、お金がかかることではありませんので、何か違う部分はないか一度チェックをしてみられたらいかがでしょうか。はい、先生ありがとうございました、はい、ありがとうございます。私のカメラも京都で壊れたんですが、京都で今の方は京都とは書いてなかったんですけれどもね、京都で私も壊れたんですよってね、前言ってたんです、私もって言われたと思うんですけど、そうなんですよ、京都は本当に自爆霊の多い場所でですね、やはり京都でいろんなところを見物しに行って、きっと皆さんこう移されると思うんですけれども、そういう時に、まあ、自爆霊って言っても浮遊霊といって、自爆霊さんはその子から縛られて動けないんですけど、浮遊霊さんといってさまよっているゴレさんも多いので、そういうゴレさんがポッてカメラについて一緒にくっついてきちゃうっていうことあるんですよ。よかったらまた見せてください、何がついてるか見ますので。そうですか、先生本当すごいですね。いや私も壊れたんですよ、年末に京都で、ですからやっぱり、邪魔されちゃったと思って、直したんですけどね、そういうこともあるって。よくついてるのが古着屋さんにある着物ですね、着物多いです。着物に大抵は女性なんですけど、女性のご霊さんついてることが多くて、前旅館に泊まった時に部屋になんかこんなんなって着物がかけてあるようなでっかいなんですかね、あれはデコレーションというか、そういう飾りとしてかけてあるってことがあるんですけど、そこにもいらっしゃった方が気味悪くてですね、でどなたもいらっしゃらない時にもう着物に向かってちょっと霊を切っちゃって、お諭ししたんですけど、そうですか、そういうこともあるんですよ。やっぱその物にさ、執着をしてらっしゃるんですか。物ではないんです。物にカメラが好きでついてるわけではなくてですね、やっぱりその人についてったら楽しそうかなとか、その体につくだけではなく物にくっついてその人と一緒に行きたいとか、そういう気持ちで来られるので、まあ、疲れるってことはね、なんか楽しそうに
ね、きっと笑ってらっしゃったとかかもしれないのではい、いいふうに考えましょう。はい、はい、はい、あ、そういえばあの岡山の店員さんの話ってしてないですよね私、はい、岡山の講演会ではお話しさせていただいたんですけど、そういえば去年の12月9日、はい、岡山講演会があって岡山に行ってたんですけれども、はい、あの岡山で私大抵お昼はまあおにぎりとちょっとしたものぐらいを出張の時は食べるぐらいなんですけれども、それをあの買いに行ったんですね、はい、ね、おにぎりを買いに行ったらなんかあの梅鮭、あ、鮭しそ梅という面白いおにぎりがあって、鮭しそ梅、うん、美味しそうだなと思って買おうと思ったんですが、店員さんがね、はい、なんかニューと立ってるんですよ。若い綺麗美形なんですよ、それが、はい、またでなんか肌ツヤツヤで、はい、なんか老人形かなと思ったんですね。 で、はい、でもニューと立ってらっしゃって、でもこの人店員さんだよなと思って、でも老人形からまだまばたきしないんですよ、全然まだまばたきせずずっとこう立ってるんですよで、あ、すいません、あの鮭しそ梅と昆布のおにぎりいただきたいんですけどって、なんか恐る恐るね言ったんです。でじーっと私の顔を覗き込まれるんですよ、で、はいって言われたんです。はいだけなんですよ。で、はいって言われたんで、あ、いいのかな、うん、そしたらはいって言ったら他のもう一人の店員さんが、うん、はいって言ってなんかまたそれを包んでくださってたんですね、はい、で、あのなんかコロッケがあったので美味しそうだったので、うん、あのすいません、このコロッケも一つくださいって言ったら、またじーっと顔見てはいってだけ言われるんですよ。瞬きしないんですよその間ずっと、私ももうなんか気になってずっと見てて、やっぱりこれアンドロイドかとか思ったんですよ。なんかこう全く人工生命体っていう感じなんです、全く生きてる感じがしなくてまた美形なんで余計、よくアンドロイドの、ありますよね、ロボットのね、綺麗な方がね、本当にそんな感じなんですよ、で、はいしか言わないんですよね。で、でまたもう一人の方がなんかコロッケ入れてくださって510円ですって言われたんです。で、あ、はいって言ってお支払いしたんですけど、なんかこう、もうはてなはてなって感じで、アンドロイドかなってずっと不思議に思っていたら、こちらレシートですがご入用ですかって言われたんですよその方に。で、あ、このマニュアルもあるのねみたいな感じで、はい以外のマニュアルがあったんです。でも、はい、やっぱどう見ても人間じゃないよな。でも、まあ、ありがとうございましたって言って、はい、でもサラダを買いに行ったんですよね。でも、アンドロイドかなって考えながら、なんだろうあの店員さんはって、で、考えながらサラダを買いに行ったんですよ、はい、そしたらそのサラダ屋さんでフルーツトマトとモッツァレラチーズのジェノバソースっていうサラダが美味しそうで、はい、で、すいませんこれを 100g だけくださいって言って、はい、そしたら店員さんが、まあ、そこはあの感じのいいね、はい、お姉様の店員さんでちょっとけばい感じの方が、はい、もうあ、はいはいみたいな感じ でそれをこう入れてくださって、はい、でそれをあのお釣りをね渡してくださったんですよ、はい、じゃあお釣りがあったんで、はい、その時に、はいはい、しかしジェノバがお似合いですよねって言われたんですよでジェノバがお似合い、ジェノバソースって言ったんですけど、ジェノバがお似合いってなんだろうって、さっきのアンドロイドがちょっとまた吹っ飛んじゃってジェノバがお似合いってどういう意味なんだろうと思って、ではって言っちゃったんですよね、はって言ったら、いや本当にジェノバって感じって言われたんですよなんて答えます、そんなこと言われて、で、なんかねもうはーって言って、って言ってなんかね、そしたらジェノバ風がぴったりの方ですよね、初めてですうちの店でって言われたんですジェノバがぴったりって、でもはあ、ありがとうございます、ジェノバしっかりいただきますって言って帰ってきたんですけどなんかね不思議な世界でした、そのおにぎりとサラダの店で、その後ちょっとあの駅前 の、はい、あのビッグカメラですかね行って、ちょっと 買ったら店員さんが、いらっしゃいませって言って、この人どっかで見たことあるだって、柳原かな子そっくりな店員さんだったんですかな子さんですね、ごめんなさい柳原かな子さんそっくり、見た目もそっくりなんですけど、喋り方もいらっしゃいませみたいな、なんか脱力系の店員さんで、ありがとうございましたみたいな感じ、なんか岡山って面白い店員さんいるななんて、ごめんなさいそんなことふっと思い出しました。また今年も8月岡山に行きます、楽しみです。はい、はい、それでは奇跡の講演会のご案内です、はい、5月の18日は鹿児島の鹿児島市民文化ホールですね。はい、はい、
そして6月の2日は山梨のアピオ甲府です。はい、はい、そして6月の30日は名古屋ウインク愛知です。はい、そして福岡ではスペシャルセミナーが5月12日に行われますね。はい、はいはい、そして5月の20日は先生の大森和代の一人じゃないよ、はい、一緒に育児、はい、福岡の天神アクロス福岡円形ホールで行われます。はい、また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.